谷口聖八から1911年8月8日は、日本の芋の市、実業家。陽名は慶次郎。東、谷口家11代目、当主、谷口聖左衛門。俗称、鉄管王。1845年、佐賀藩藩主鍋島家に、代々仕えてきた芋の市谷口家の10代目当主の、長男として、長瀬町に生まれる。 陽名は、慶次郎、1872年に11代目、当主製材門を正八と改める。先代と共に、反射炉の築城や鉄製大砲鋳造に尽力した、あと、1883年、谷口鉄工場を設立。1892年、中鉄管製造に成功、外国製品よりも品質が良いと評価され、鉄管王と称せられた。事業は、 九州の石炭産業とともに大きく発展し、佐賀で一番西日本でも有数の製造工場となっていった。1909年12月29日、功績が認められ、緑樹法省が授与された。1910年9月には九州電気会社の設立者の一人となり、1911年66歳で死去した。畜子広角の子もしくは、 弟と言われる、畜生薄毛智門は、1586年、沖田縄手の戦いで、竜造寺高信を討ち取った、川上正志県に一騎討ちを申し出、相打ちで死亡した。その後で、竜造寺聖家から、竜の一時を与えられる。おさむ門の幼子、竜清左衛門の上長公は、文後国肉自由の丹屋の家で養育され、武器などを鋳造する技術を身につけた。 そして、筑前足屋から畜後背高へと胸を移し、腕を磨いていく。1591年、佐賀藩の藩祖、鍋島直茂が六座町に独占的な商人の集団、鉄砲座、金銀座、木工座、小園座、宝工座、穀物座を設ける。1629年、藩主、鍋島勝重に招かれて、竜気吉左衛門の城長公は、 佐賀六丹田村へ移り住み、谷口と改名した。1637年、島原の乱の際に、同性大砲を鋳造して以来、長崎警備を中心に、数多くの大砲を製造した。谷口家が提供したのは、大砲鋳造のノウハウと、伝統的なたたら製鉄の技術だった。1656年、藩の命令で、刀鍛冶の非全国忠吉の橋本家と共に、 長瀬町に移り住む。佐賀藩は両家を手き槍という足軽より上位の四分角に処遇した。古くから大砲鋳造に携わってきた谷口家は芋野氏の取りまとめ役となった。1850年、反射炉が築造された際、日本最初の鉄製大砲鋳造に力を尽くす。鋳造した大砲に穴を開けるため、水車の力を使った。 大砲を製造する工場には、かなりの水量が流れる水路が不可欠で、成富兵庫重康が整備した水路が、一役買うこととなった。谷口清史左衛門の城長五1584年から1666年。治む門の子。谷口聖太郎所蔵の夜行家系図によると、地門を初代としているため、二代目当主となっている。谷口正衛門城長久。 1694年没。初代聖左衛門の子で、三代目当主。西谷口や、谷口安左衛門城兼を四代目当主。1718年没。四代目以降は、西谷口家と東谷口家に分かれる。谷口安左衛門城聖寺、五代目当主。1761年没。谷口安左衛門城賢品、六代目当主。 1775年没。谷口八重門城下、両、七代目当主。1794年没。谷口八重門城敏神、八代目当主。1844年没。谷口安左衛門や両、九代目当主。1831年没。谷口八重門利アス、十代目当主。1894年没。おい、立法七賢人の一人。 反射炉築造にあたり、鉄製大砲の製造に、東、谷口家も参画したという。谷口安徳、11代目当主、1933年没。谷口誠治、12代目当主、1948年没。谷口誠太郎、13代目当主。東谷口や、谷口義三郎、4代目当主、1752年没。 谷口聖左衛門、五代目当主、1760年没。谷口聖左衛門、六代目当主、1791年没。谷口聖左衛門、七代目当主、1813年没。谷口聖左衛門広志邦、八代目当主、1838年没。谷口聖左衛門政治、十代目当主、1873年没。 谷口かよ、正八の妻。谷口玄一郎、十二代目当主。正八の息子。1917年6月没。緑樹法省樹与の話が来たが、病床の父に功を譲る。新しいもの好きで、自転車や自動車を所有し、工場と本宅の間に、電灯、電話、水道を施設した。先代の死後、正八を襲名。谷口元。 玄一郎の妻、成富武成八の長女、成富兵庫重康の末裔で、成富喜三郎と結婚。結婚後、喜三郎は、工場の会計責任者となる。谷口良一、十三代目当主。1968年没、玄一郎の長男。東京高等工業学校在学中に、家督を相続、成八を襲名する。 九百二十年に帰京、正式に工場の経営を継ぐ。谷口健八、玄一郎の四男。三菱重工業常務取締役。三菱原子力工業顧問。日本美装顧問を歴任。谷口正宏、十四代目当主。聖八は、非善様式論争によると十代目となっているが、東、谷口家は多くの資料を消失しているため、ここでは、 谷口家由来をもとに十一代目とする。谷口家の母大寺、日蓮宗光長山康史教授は、佐賀県佐賀市、長瀬町にある。海山は、1650年、末小山高生寺、第二十世尊重院批准承認による。回帰団落ちは、谷口清史左衛門の上長校で、家敷地を寄進、松、小山高生寺の佐賀府教所として開かれた。 日蓮聖人銅像が完成した際は、大教寺が混流現場事務所となり、全国からたくさんの僧侶や男信徒が集い、無事完成を願い昼夜を問わずお経が唱えられた。そして、工場から何台もの第八社に分けて銅像を乗せ、大教寺第27世紀、広志商人の先導のもと、大行列で内輪大孔を打ち鳴らし、東公園に混流された。 銅像の建設所経費は赤字で、谷口家が負担したという。1911年、谷口玄一郎が本堂建立を発起し、仏具一式と共に奉納した。明治39年撮影、谷口正八は、1883年5月、長瀬町に谷口鉄工場を設立し、鉱山用機械の製作を始める。明治20年代に入ると、 佐賀県内の石炭業が活況を停止、石炭採掘も盛大になり、このため、公用ポンプ、初期回の需要が増加した。初期回の製造をはじめ、鉱山用機械や中鉄管などの製造に着手。蒸気ポンプが導入され、石炭の採掘が他地域に進展。蒸気ポンプで汲み出された水の排水用に排水管を供給し、九州の石炭産業とともに、 工場経営を拡大していった。1897年の佐賀県の統計書によると、当時の従業員は58人。石炭産業の交流に伴い、工場への需要が増え、1898年に工場の拡張を行い、設備も改善して製造能力を高めた。明治40年代になると、蒸気機関、水道中鉄管、軍用鉄器などを製作する。 1910年3月に開催された第13回、九州沖縄8県連合共振会に出品した製品が一等賞金牌を受賞。この当時、工場敷地2100坪、従業員400人以上、販売経路は朝鮮や台湾に及んだ。日露戦争時には砲弾の製造も行い、砲弾の利益は全て日本赤十字社に剣能した。 1914年には、従業員457人、蒸気機関1台、電気動力機4台を装備。同年、3度の増築を行い、翌年には、仕上げ工場351坪。1917年春には、約120坪の、第3、鋳物工場。1918年春には、約130坪。1919年4月には、300坪の、 工場を増築した。1920年には、従業員681人、長瀬町にある本工場をさらに増築し、敷地6000坪余りに、上野に5000坪余りの分工場を置くまでに至った。谷口家の子孫の方の話によると、当時の従業員は、非正規社員を含めると、最大で3000人近くまでになったという。しかし、戦後強行により、 大量に買い込んでいた芋の用のインド戦鉄の大暴落と製品の大値下がりによる大損失が生じる。1926年、業績が悪化した主要取引先の小賀銀行が休業。さらに、その後の昭和金融強行及び鉄鋼業界の不況で経営不振となり、1929年工場を閉鎖した。明治天皇、大正天皇、 大隈重信が視察に来たという逸話が残る。一部の資料には谷口鉄工所とあるが、公的資料等に谷口鉄工場とあるので、鉄工所の表記は間違いと思われる。ありがとうございます。